ご主人様。こやつが。ああ、彼が僕の面倒を見てくれてる執事です。悪い人じゃないんだけど、ちょっぴり柔軟性に欠けるというか、人間味がないというか。申し訳ありません、ご主人様。人間であったか。執事さん、僕たち手紙を受け取ったんだけど。はい、あれは私が出した手紙です。数々のご無礼をお許しください。ご覧の通り、我が主は見たものを石に変える己の目を憂い、自ら光を絶っております。そのけなげなお姿があまりに不憫で、なんとかならないものかと。皆様が名だたる勇者と伺い、主の名前で手紙を出したのですが、いただいたお返事はなぜかヨナ様からで。それじゃあ、ヨナとの手紙をやり取りしていたのは。はい、私でございます。何度もヨナ様には取り次いでいただくようにお願い申し上げ、ようやく皆様にお会いできた次第で。ヨナは違う理解をしておったようだが。ヨナもあまりよく分かってなかったみたい。はあ、お会いできて本当によかった。我が主の目を何とかしていただける日が来ようとは。そうだったんですか。あいにく我ら、少なくとも我の横のこやつは勇者でも医者でもあらぬ、ただの小僧だ。この際何でも構いません。館の中にある治療法さえ見つけていただければ。え、館の中に治療法があるの？だったら。はい、私が行ければよいのですが、その場所に魔物が発生してしまい近づけないのです。お願いです、どうか魔物を倒し主の目を治してください。やめてよ、お客様にそんな無理言わないで。わかった、いいよ。勇者を気取るか小僧。困った時はお互い様じゃないか。それにどうせ会にも探さないといけないし。申し訳ありません、よろしくお願いいたします。いろいろご無理をお願いして申し訳ありません。僕も敵を石化するくらいならできます。お手伝いします。ごめんなさい、執事は僕のことを考えてくれるあまり、よそ様に無理を言いがちで。僕、皆さんについていきます。この目が役に立つかもしれないから。Thank you.
。